お前らみたいなのがいる限り、俺は何度でもプレイする。はい、ということで皆様、こんばんは、こんにちは、そしておはようございます。ホラーゲームサイレン、主人公須田恭役の篠山剛です。ついに最終回を迎えました。はい、ありがとうございます。やってまいりました。皆様、チャットの皆様、最終回もよろしくお願いします。そして、アーカイブをご覧の皆様も、ぜひとも楽しんでいってください。よろしくお願いします。ということで、ついに最終回ということでですね、ファイナル。SDK 本人が本気でサイレンのクリアを目指してみた生ゲーム実況ファイナル。テーマ、今回のタイトル、ジェノサイドエンド。ということで、いよいよ、5月の20日からプレイしてきたこのホラーゲームサイレンですが、2ヶ月間、丸2ヶ月ですか、なんだかんだでかかりましたけども、本日日本ではですね、2020年7月23日ということで、海の日と呼ばれております。海の日ということで皆様休みの方も多いんではないかと思うんですけども、これも何かの巡り合わせですかね。ね、ホラーゲームサイレンの主人公をやらせていただいている私、篠山剛がですね、プレイしているサイレンがですね、海の日にファイナルを迎えるということでですね、もうこれはもう赤い海の日と言っても過言じゃないんじゃないのかなと。はい。まあ、ここに至るまでもいろんなことがありました。はい。始めるという時もね、ゲームキャプチャーが、違うもので、ゲームができないっていうところからスタートしたりとかですね、音声がゲストの方が来てくれる、ね、た時に限って音声がおかしくなるとか、最終的にはね、映像も出なくなって、PS3 が壊れる、などと、いろんなことがございましたが、皆様の応援のおかげでですね、ここまで来れることになりました。本当にありがとうございます。はい。ということで、ソラさん、もうすぐジェノサイドエンド記念ありがとうございます。そして始まる前からね、スパチャー皆様本当ありがとうございます。いや、皆様の期待を背負ってですね、ここは、ちょっとね、綺麗に、最後、エンドを迎えたいんですが、そうも生かしてくれないのがこのサイレンでございます。はい。闇人ゼロ式さんかな？赤い海の日大、かっこ謎、ありがとうございます。いやね、そうは生かしてくれないんでございますよ。はい。ということでですね、最終回楽しみにしてるよとか、頑張ってねとか、楽しかったですって思ってくださる方はですね、ぜひともいいね。そして、ここまで見てきてやっと、ね、お前もそこまで来たかと、クリアまで来れたかと、ね、よし頑張った、チャンネル登録してやろうっていう方はですね、ぜひともチャンネル登録お願いします。そして拡散今始まったよっていうのとですね、ぜひともコメントでね、いろいろ盛り上げていただけると助かります。そして励みになります。よろしくお願いします。さあ、これからのね、あとこれまでの話とかね、もろもろはクリアしてですね、この後夜9時半から、ね、オンラインイベントの方でですね、オンライン打ち上げ、宴というのをやりますんで、そちらの方も概要欄からね、飛べます。あと8月3日、3、4、5の非公式言い換えるイベントのチケットも絶賛発売中です。そちらも概要欄から、このグッズの T シャツなどなども概要欄、すべて概要欄から飛べるようになってますんで、ぜひとも皆様よろしくお願いします。さあ、行きましょうか。ねえ、芹沢さん、芹沢ゆきさん。先ほど SDK なりきり T シャツ届きました。あ、これ着ていただきます。ありがとう。ちょうどタイムリー。ぜひともこれを着て見届けてください。さあ、ちょっとね、行きましょうかと言ってもテンション上がっちゃってるから。皆さんのチャット欄のね、コメントを読んでみましょう。うん。ラストか残念ね。でも、ここまで来れましたんで。まずは、楽しんでください。宴楽しみ、宴ぜひと待ってますよ。乾杯しましょう。帰宅しながらリアタイ間に合うかな。頑張って気をつけて帰ってきてよ。そして最終回寂しいです。ありがとうね。最後まで楽しんでください。そして赤い水用意した？もちろんでございます。赤い水チャージしていきますよ。
よし。さあ。さあさあさあ行きましょうか。サイレンが最終回にしてくれるかね。さてどうでしょうかね。ヒロさん、ヒロスケさん。最終回で飲む赤い水代です。ありがとうございます。飲ませていただきます。実行力のしなく、いえいえ、ありがとうございます。本当に皆様の応援のおかげと、ね、ここまでいろいろ協力してくださった皆様のおかげです。はい。これはこれでまずね、クリアを目指し、そして、皆さん8月3日からね、始まるイカ入り、ぜひとも楽しんでください。はい。イベントにね、一緒に楽しみたいよって方、ぜひともイベントご参加お待ちしてます。オンラインですけども、いろんなゲストの方来ます。僕も楽しみにしてますんで、皆さんと会えるのがね。はい。ビビさん、生きがい、ありがとうございます。何度も見てください。アーカイブ残ってますからね。はい、ぜひとも。夏が来るたんびに見ていただいてもいいですし、なんかね、寂しくなったなっていう時にね、夏の終わりでもいいです。ぜひとも見てください。今日はリアルタイムで見れる。あ、リアルタイムでありがとう。赤い水買ってこよう。ぜひとも買ってきてください。こんにちは、こんにちは。赤い水チャージ。うん。最終回が始まってしまう。始まりますね、いよいよ。はい。いろんな、いろいろな呪いに打ち勝ったから、いける。そうですね。行きたいね。うん。有言実行、ありがとうございます。ただね、この皆さんももうご存知の方もね、たくさんいらっしゃると思うんですけども、最後がこの、今ね、黄色く光っている、はるみちゃんのところ、死人の巣でございます。これね、ツイッターでもつぶやきましたけども、本当にね、マップがわけわからないんですよ。ね、で、私ね、このポイントをね、こう見えるかな？こうポイント、あ、見えないか、光って。こう、じゃあオレンジで光ってるでしょ？こうポイントをね、何箇所かね、チェックしたんです、これ。ここポイント、ここポイントっていう。こういう風にしないと、だから、それでもまだこの公式パーフェクトガイドがあったんで、マップのここを通るっていうのはなんとなくわかるんですけど、これなかったら本当に無理だね。うん。あとやっぱり、ねえ、イカ入りというか、その3日間で、死人の人たちの仕事がすごい。もうみんな仕事できる。働き者。死人は働き者っていうことでね、ハッシュタグつけてつぶやいちゃうぐらいだったんですけど。そんなね、ところをね、やっていきたいなと。あ、ももさん、ありがとうございます。ケーキ漬けの駆けつけスパチャ、ありがとうございます。駆けつけありがとう。そして、キャリーサマーさん、最終回頑張ってくださいね。ありがとう。頑張ります。それから、ハプトンさん、最終回寂しいけど楽しんでください。ありがとうね。ハプトンさんも楽しんで。さあ、行きましょうかね、これ。あんなに建てたのすごいよ、これ。こんな建ててんだから。もう、どの町かわかんなくなってますけども。さあ、とりあえずね、落ち着いて。やっぱりね、ここ、はるみちゃんは、ね、初めて見るよって方もいるかもしれないんで、説明しますと、お子さんなんですね。で、その死人というね、ものに触れられちゃうだけでもダメなんですよ。とにかく、だから回避しながら進んでいく。あと、視界ジャックだね、やっぱりね。必要だなと思っております。あ、ロンレアコさん、ロンレアコさん、久々にリアタイできて嬉しいです。あ、本当に。篠田さん、本当にありがとうございます。最終回寂しいですが、頑張ってください。ありがとうございます。久々のリアタイ楽しんで。さあ、篠田さんとジェノサイドを見られるの嬉しい。俺も嬉しいよ。ね。一緒に見ましょう。果たして、強役が現れるかな？ケイケさん、リアタイムに合ったからの前祝い代、ありがとうございます。ケイケさん、間に合ってよかった。さあ、そして、プンチョルライヌさん、初スパチャです。頑張ってください。ありがとう。プンチョルライヌさん。いやー、なんか嬉しいね。じゃあ、あんまりね、チャット欄見ちゃうとね、なんかいろいろ込み上げてきちゃうんだよな。コメント欄もそうなんですけどね、いつも下にね、皆さん書いてくださるコメント見るとね、あ、なんかいろいろ思い出しちゃってね、いかんいかんいかん。ちょっと宴まで撮っとこう、こういうのはね。
今は楽しく、明るく、ジェノサイドエンド目指しましょう。PP さん、最後まで走れるお祝いに、僕も感謝です。ありがとうございます、PP さん。ねえ、オンラインイベントの宴、打ち上げまでちょっと撮っておきますんで、今は、さあ行きましょうか。行こうか。皆さん、ご準備よろしいでしょうか。いい。行くよ。赤桜さん、泣いてもいいですよ。まだまだ、まだ泣きませんよ。さあ行きましょう。チャット欄がみんなすごい走ってて嬉しいね。よし。ここか。この間見たけどね、改めて。振り向くんでしょ？どうせ振り向くでしょ？振り向いた！誰？これどなたですか？このキャスト、これキャストかな？あれ誰？怖い。音は無事、ありがとうございます。音は無事、よかった。ねえ、今の誰？あ、あれ、美浜さん？美浜さん、だいぶ変わったな。雰囲気。前回、最後に出てきた時は、追いかけてくる。ただずっと何もしてこないけど、追いかけてくるという、ついてくる美浜さん。だいぶ変わったね。楽しそうだね。まあ、永遠のね、若さを手に入れたという解釈なんでしょうかね、ご本人は。さあ、ちょっと待って、赤い蜜飲もう。ちょっと待って。本当にこれやってみないとわかんないんだよ、ここは。てか全部そうなんですけどね。全部そうなんですけどね、特にここはね。まずトントンシビト、これかな、このタイミングで。なんかこれでしょ、走っていいのかな。いよいよ、頑張れ頑張れ。近い。一回戻る。で、この彼が動き出すんですよね。動き出して、うわ、近い、くるくる。来ないだろうね。そこ曲がったらまずいよ。これなん、あ、釘かな？おっと！オッケーオッケーオッケー。この後にこっちか、これか。うわ、近い。ここか。緊張感がすごいな。はるみちゃんだから余計に。ちょっと待って。こんななんですよ、マップ。スタートここで。こんなですよ。これはわかんないよ。緊張感がすごい。このマップを見ながら、ちょっとこの地図と照らし合わせよう。抜けた。右か？右に突き当たるぐらいまで行って、左に入る。マップ迷路でしょ？ね、皆さんこれ。ねえ、これマップ迷路すぎるよ。一応こうやって、林家とか近藤家、中野家ってあるんですけど。これ解体屋。これお肉屋さんですよ。こうやって橋があって。で、中央交差点。
まだここ。こっちだっけ？違うじゃん。こっちか。ライトつけていいのかどうか迷うね。ここか？ここっぽいな。そして？わけわかんないよ、似てて、全部。どこここ？あれ？どっから来た？あ、いけないね。こっちかい？やっぱり。いけない。あれ？あれれ？迷子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 。あ、これか？ちょっと待って。もう、ああ、赤い水が倒れた。ちょっと待って、地図見て。え？ここ入って？まっすぐ行って、左？なんか、どっちにまっすぐ行ってんのかわかんないよ。ほぼ方向は変わってませんね。向こう向いてるね。あ、三田さんと江戸さん来てくれてるんですか？ありがとうございます。攻略本見てんだけど全然わからない。方向が全然わからない。こんなとこ、これ右入るとこ？これか。いいか、まあ、とりあえず入ってみよう。あ、これわかった。笑い袋。トイレ。これ気をつけるポイントだよね。怖いな、この笑い声が。笑い袋がアーカイブに追加されました。さあ、来るよ。降りて。あ、光ってる。これか？あ、来てる？来てるな。うわ、わかんないよ。今どこだ？今どこかもうわからないよ。本当に難しい。本当に、これ見てる人わかります？これわからないの。一瞬見つかりかけたね、今。今とか入ったから、右に入る。で、また突き当たり左に入る。右に入って左に入る。ここか。こっから来てないか。なんかどっちから来たかわかんない。これか。さっぱりわかりませんね。さっぱりわからないよね。これ気がついたら、ぐる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 、ま、中回ってたら怖いね。もうどこに自分がいるかもわかんない。そしたらもう、リトライ。リトライですね。そしたらね。わかった。わかった。外に出たっぽい。あれだ。犬だ、犬。これかな。多分、ここですね。これ犬だよ。犬を落とすやつだよ。
これ読んでても分かんなかったんだよ。犬をどっちに落とせばいいのか。橋。とりあえず視界ジャックしとくか、犬を。これかい？これかな？見上げてる。違うかな？結構みんな。これもし、なんか低い気がするな、視点が。あ、これ犬だな。あ、あ、こいつ今、橋んとこ来てる。ここに落とすんだよ、多分ね。あー！あれ？ちょっと見えてない？ちょっと見えてる。やだ、奥に。あ、動き出しちゃった。うわ、タイミングむずいな、これ。行ってみろ。こっちで呼ぶのかな？こっちで呼ぶの？これどっちで、皆さん、これどっちで呼ぶんですか？これ。犬。今、渡りかけたところで呼んだんだけど、どっちで呼ぶんでしょう？渡りかけたところで呼んでいいのかな？手前で呼ぶ。今来た方で待機。あ！今来た方で待機。今もうちょっと割れるところで呼んでるんだけど、多分。手前。ちょっと戻る。叫ぶんか。反応せず。ワンちゃん？今、結構甲高い声で呼びましたけど、はるみちゃんが。ワンちゃん！あ、いたいたいた。あそこに。ワンちゃん何よこれ。ちょっと、いるのは分かってますよ。ここ、行っちゃうよ。知らないよ。ダメだか、危ないか。犬は足が速いし。はるみちゃんすぐ疲れちゃうからね。あ、来た！来た来た来た！頼むよ！おう！あ、これか。うわぁ。なるほど。で、こう戻ってさっき、ワンちゃんが行ってた方からぐるっと回ればいいんだ。はるみちゃん疲れがちだから、ちょっと休憩しないと。こう考えたら、こう見たら、やっぱり小南ちゃん大きくなったよ、当然だけどね。あ、もう疲れてる。大きくなったな。どこだ？これか？怖いから消しとこう。うわっ、うわっ、これはでもお肉ですよね。くわっ、かあ、これ登るんだ。
皆さん、見えましたよ、国道333号線。これが見えたってことは、これが見えたということは、はるみちゃん、よっ、よーしー、はぁ、はぁ、よかったー。こんなとこで積んでたらもう大変だったからね。最後皆さん来てくれたのに、見に来てくれてこんなとこで積んでんじゃ、ちょっと篠田さん何やってんのよってなっちゃうとこだった。ありがとう、皆さんありがとう、チャット欄。そして、アーカイブで応援してくださって皆さん、ここまで来ました。さあ、こっからどうなるんだ？こっから。おめでとう、おめでとうございます、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとう、皆さん。もう今日はね、タイムやってないんですよ、実はタイマー。やらなかったんですよ、最後だから。ね。さあ、皆さんありがとうございます。押すよ。さあ、来たよ、八尾さんだ。一緒に見ましょう。楽園の門が開かれる。都。うわ。こんなもの。こんな。うわ、どうした、綾子まで。もう実はこれで揃ったの。顔怖い。次の実はもういらない。楽園をもたらす神の復活を祝福しましょう。これで罪は洗い流された。来た、タモン先生。遅かったか。来た、よりこと。俺、ミヤコ。ミヤコ、さあ、来ましたよ、皆さん。来た。ジェノサイドエンドだ。
近づいてきた。あー、やったー、ジェノサイドエンドクリアしましたありがとうございます、はっちゃんさん。ザ・ブースター。そして玉木さん、おめでとうございます。めぐみに見てたかったかいよありがとうございます。やったよ。はい、皆さんありがとうございます。私の三好、SDK 本人が本気でサイレンのクリア目指してみた生ゲーム実況、無事目標のジェノサイドエンドクリアしました。8月5日までにクリアすると始めました。5月20日からスタートしましたが、この企画、本日7月23日海の日、赤い海の日に無事クリアしました。皆様の応援のおかげです。本当にありがとうございます。ちょっと何とも言えない気持ちですけども、皆様スパチャ本当ありがとうございます。タナさん、ジェノサイドエンドおめでとうございます。いつか篠田さんが本当お疲れ、やってくださいと。はい、新生さん、 SDK SDK ありがとうございます。そして、淵の神さん、淵の上、淵の上さん、大見さん、ゴール記念おめでとうございます。ありがとうございます。ゼラチンさん、篠田さん、ジェノサイドエンドおめでとうございます。ありがとうございます。KK さん、ジェノサイドエンドおめでとうございます。大変お疲れ様でした。ありがとうございました。つてさん、ジェノサイド、ありがとう。赤坂さん、クリアおめでとうございます。ありがとうございます。そして、Z スノームさん、おめでとうございます。ありがとうございます。そして、チーシャさん、ジェノサイドエンド、おめでとうございます。ありがとうございます。山茶香さん、SDK、SDK、SDK、ありがとうございます。ロレアンコさん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。美味しい水さん、初スパチャです。本当におめでとうございます。ありがとうございます。うどん月見さん、おめでとうございます。SDK ありがとうございます。メガネさん、お疲れ様です。ありがとうございます。はい、皆様本当にありがとうございました。いやー、ちょっとすごい興奮した。やばいですね、こりゃ。水吉さん、ゴールおめでとうございます。これまでとっても楽しかったです。僕もです。ありがとうございます。本当に。昼間眠いさん、ありがとうございます。あー、嬉しい。いやー、ちょっと、なんとも、まだ今ちょっと整理できてないな。なんとも言えない。ももさん、ありがとうございます。この瞬間に立ち会えて嬉しい。ありがとうございます。立ち会ってくれて、本当に。そして、芹沢さん、ジェノサイドエンド到達をお祝い申し上げます。ありがとうございます。プンチョルライヌさん、赤い海の日にジェノサイドエンドクリアおめでとうございます。ありがとうございます。あー、信じられない。今喋ってても。テミンさん、ジェノサイド、シノダ、ジェノサイダーシノダ君、SDK、おめでとうございます。ありがとうございます。ミコさん、お疲れ様、お疲れ様。ピピさん、見れたい、見れたい、お疲れ様です。ありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。トナエさん、おめでとうございます。ありがとうございます。シパタリさん、ありがとう。みちおさん、怖がりしのださんがゴールまでお疲れ様でした。本当ですよ。本当にホラーゲーム全くできない、苦手でホラーも苦手な私が、ひょんなことから、ね、ありがたいことに、ホラーゲームサイレンの主人公、須田京也くんのね、役を演じさせてもらってから、早17年。まさかこういう形でね、皆様と一緒に、サイレンをプレイできる日が来るとは思いませんでした。本当に皆様とですね、ゲストに来てくださった皆さん、たちのおかげでございます。本当にありがとうございます。はぁ。桃本桃さん、今来たので見られなかったけどおめでとうございます。アーカイブでぜひとも見てください。ありがとう。あ、江戸さん、皆さん SDK を支えてくださってありがとうございます。江戸さん、ありがとうございます。そして皆さん本当にありがとうございます。さあイベントだそうです。この続きは9時半からの打ち上げで、ぜひとも宴で一緒に盛り上がりましょう。
ね、概要欄の方からチケット買えますんで、ぜひとも購入して、いろんな思い出話とかですね、花咲かせましょう。乾杯しましょう。ああ、いやー、ちょっとなんとも言えない。マキチョコさん、嬉しいような寂しいような最高に愛に溢れた楽しいゲーム実況ありがとうございました。こちらこそです。皆様のね、再恋愛のおかげで、本当に僕、ここまで、プレイすることができました。はい。ランタンさん、赤い海の日にやり遂げましたね。おめでとうございます。胴上げ、腕上げたところかっこよかったよ。ありがとう。豆ゆずるさん、ジェノサイドエンド到達おめでとうございます。ありがとうございます。到達したんだね。こうやって、なんかこう、文字にしてもらえると余計になんか実感が徐々に湧いてきます。カナエリスさん、シュナー君おめでとうございます。クリアおめでとうございます。めでたい。ありがとう。ありがとうございます。いやー、本当にね、なんかいろんなことがあったんで、ねえ、思い出、話はね、また後でにしますが、ちょっと僕のね、と一緒に皆さんぜひとも乾杯付き合ってください。後ほど、はい。ジュース、お茶、拳、お水、何でもいいんでね。赤い水でもいいです。ビビさん、この経験を生かして、ときめもやってください。ときめも頑張ります。ときめもやります。ぜひとも皆さん、そちらも、癒しいと思って見に来てください。ミラさん、おめでとうございます。ありがとうございます。あー、なんか、コメントがなんか泣けてくるね。ハヒフさん、今来ました。アーカイブ見ます。アーカイブ見てください。ぜひとも。今見てくれてるのかな。そしたら、アーカイブ見てくださいっていうのを今見てるかもしれないですね。いや、本当に江戸さん、三沢さんはじめね、本当に、皆さんのおかげでもあるし、サイレンをもちろんね、作って、くださった、ね、SIE のスタッフの皆さん、サイレンスタッフチームの皆さんのおかげで、今こうしてね、みんなと分かち合えてるってのがあると思います。はい。折り紙さん、終了条件達成、大成功、ありがとうございます。パンマツさん、おめでとうございます、ありがとうございます。タナさん、時間的に参加できないですが、打ち上げ楽しんでください。ありがとう、楽しみます。めちゃくちゃ楽しみます。ねえ、今日でね、この SDK 本人が本気でサイレンのクリアを目指してみた生ゲーム実況は最終回を迎えますが、本番はこの後でございます。8月3日から、8月からスタートするですね、もう、いかえり。今年もね、皆さんで、僕も含めてですけど、盛り上げていきましょう。そして、サイレンをね、ぜひともこれからもよろしくお願いします。皆さんのおかげでね、こうやって20年近く前に発売されたゲームが、そしてそこからシリーズ化して、今でもなおね、こうやって愛され続けている作品になっていると思います。私のビビ、ね、微力ながら私も、こうやってですね、何か盛り上げていけるようなことをやれたらいいなと思っていましたし、そういう中でですね、本当に最近好きになったよっていう方もたくさんいてくれると思うんですよ。そういう方たちもですね、別にプレイをすることが全てじゃなくても、プレイしてみたいなって少しでもね、僕の下手くそなプレイを見ていただいて、やってみたいなと思ってくださる方はやって、ぜひとも試してみてくださいって感じですし、そうじゃなくてもたくさんね、僕のこの配信を見てでもいいんで、サイレン少し詳しくなったよとか、もうちょっと調べたくなったよとかね、うん、よりなんか、知ってみたくなりましたっていう方がたくさん増えてくれて、サイレンという作品をこれからも、皆さんにね、愛していただいて、たくさんの方に知っていただくっていうことが多分、サイレンの、に対しての僕からもそうですけど恩返しだと僕は思っていますんで、ぜひとも、今後ともサイレンシリーズよろしくお願いします。僕が言うのも変ですけど、僕なんの、内側の人間でもないんであれですけども、ぜひとも皆様、思い思いの形で、今年も、そして来年も再来年もずっとずっとサイレンを愛して楽しんでください。はい。という感じでございます。プンタスさん、お疲れ様でした。本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。そして、遠藤まめこさん、すごく楽しませていただきました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。
Z スノーさん、読んだかな？おめでとうございます。ありがとうございます。NK SOH さん、今日までお疲れ様でした。8月3、4、5日もオンラインイベントを見に行きますね。ぜひとも待ってます。このね、ゲーム配信の話もしたいなと思ってますし、共演者の皆さんとね、いろんな話で、過去の話とか、今後の話とかね、それ、今までの話とか、裏話とか、一緒に盛り上がりたいなと思ってます。はい。それ以外もいろんな企画用意してますんで、お楽しみに。はぁ、なんだかんだで、ね、ここまでやってきましたけども、この続きは、この後のオンラインイベントでたくさん喋って、あとは、ね、8月、あ、オンライン、打ち上げイベントですね、宴イベントで、オンラインイベントでたくさん喋ってですね、あとは、8月の3週後のイベントでたくさん喋って、盛り上がっていきたいと思っております。クローミンさん、イカイリイベント当日までに何かお祝いの創作物をあげられる頑張ります。本当に疲れました。ぜひとも SNS などでね、皆様、盛り上がっていただけたらいいなと思っております。はい。楽しんでください。さあ、ということでですね、皆様、2ヶ月ちょっとでしたけども、本当にありがとうございました。チャット欄の言葉だったりとかですね、アーカイブ見てくださる方の皆さんの、おかげ、応援のおかげ、そしてコメント欄のね、が支えになりました。本当にありがとうございました。これから先も、ぜひとも、サイレンシリーズ、そして、少しでも興味を持ってもらえたら、私、篠谷光吉、そして SDK プロデュースをね、応援していただけたらと思っております。最後になりますが、以上、ホラーゲームサイレン主人公須田恭役の篠田光でした。皆様本当に本当にありがとうございました。さよなら、また笑顔で会いましょう。